フィアット850は、フィアットが製造、販売した自動車である。1955年にデビューした、フィアットの代表的小型車、600の拡大版、上級版として開発された大衆車で、設計者も同じダンテジア交差であった。600のレイアウトを踏襲しつつ、ホイールベースを3トル弱延長し、エンジンを 843cc にまで拡大し、 出力を600の21馬力から34馬力または37馬力に強化、車体後部はノッチバックとされて普通乗用車らしく見えるようになっていた。大きなヘッドライトと短いテールを特徴とする、このスタイルには独特の愛嬌もあり、1960年代を代表する小型大衆車として600同様にヒットした。600がそうであったように、 アバルトなどによって何種類ものチューニングされたスペシャルモデルが作られ、中には DOHC1592cc150 馬力エンジンを押し込め、最高速度時速 210km としたアバルト OT1600 のようなモンスターもあった。1968年には上級版のスペシャルが登場、工術する850クーペの47馬力エンジン。 前輪ディスクブレーキ、スポーティーなデザインのステアリングホイール、13インチのホイールタイヤが与えられていた。1972年、前輪駆動の127に後を譲って生産を終了した。1965年のジュネーブモーターショーでデビューした。デザインは、フィアット車内で、初期モデルのエンジンは 843cc のまま47馬力に強化され、最高速度は、 ベルリーナの時速 120km に対して時速 135km に高められていた。1968年にはエンジン排気量が 903cc に拡大され、出力も52馬力となり850スポルトクーペと解消された。フロントエンドのデザインが改められ補助ランプと V 字型のエンブレムが装着された。1971年には再度マイナーチェンジが 行われ、V 字マークが取り外され、ヘッドライトは4等式となった。クーペは1971年末に、一回り上級の128にクーペ版が登場するとこれに後を譲って、生産終了となった。クーペと同時に発表された2座席のオープンモデルで、ベルトーネ在籍時代のジョルジェット、ジュジアーロの傑作デザインの一つとされている。843cc エンジンは、 シリーズ中最強の49馬力とされ、空力的な車体によって、最高速度も時速 145km と最速であった。車体製造もベルトーネが担当した。初期型は傾斜したヘッドライトを特徴としていた。1968年には、クーペド用エンジン排気量が 903cc に拡大されて、 850スポルトスパイダーとなったが、米国の安全基準に対応するためヘッドライトが普通の形状に改められ、初期型の美しさが大きく損なわれた。850スパイダーはアメリカ市場で好評であったため、ベルリーナやクーペよりも長く、1973年まで製造された。後継者は128ベースのミッドシップエンジン車 X1Q であった。 商業用、ワゴンとしては、キャブオーバー型の 850T 及び850ファミリアーレが開発された。全身の600ムルティプラのような個性は乏しかったが、600の車体前半分のみを強引に、キャブオーバーワゴン化したようなムルティプラと異なり、コンポーネンツを通常モデルと共用しつつも車体は、完全な専用ワンボックススタイルを採用、リアのエンジンフード部より上にも、 後部ハッチを与えたことで、その車内容積と機能性は著しく向上された。またパワー増強により、最高速度も当初から時速 100km を交渉していた。1976年にエンジンが 903cc に増強されて、900T となったものの、1985年まで基本的には同じ設計のまま生産され、結局850系のシリーズ中では、 最も長く生産されることになった。台米輸出使用者には、排気ガス規制が適用される加減の排気量が、当時5 9ビックインチズであったため、エンジンを 817cc として、圧縮比を高めたエンジンが搭載されたため、ハイオクタ炭ガソリンが必要であった。また、スペインのセアト社では、セアト850として、ライセンス生産され、本国にはない4ドア版も生産された。 この他、ブルガリアでもノックダウン生産された。850シリーズの累計生産台数は220万台以上に達した。当時の総代利点であった西欧自動車によって、世代クーペスパイダーとも相当数が輸入され、比較的手頃な価格であったため、日本市場でも人気を博した。ありがとうございます。